はい、皆さんこんにちは。カタリウムのカタリーです。ナイトメアフロムザディープの、呪われた心臓というゲームの続きをやっていきたいと思います。ちょっとねタイトルが長いのと、呪われた心臓でなく呪われたハート、呪われたハートって読むのかもしれないですね。ということでカタリウムの中ではちょっと略しまして、ナイトメアの呪われたハートとして今度からねタイトルコールしていきたいなと思っております。それではねプレイの続きをやっていきたいと思います。ちなみにねオートセーブでした。完全なオートセーブでしたね。で、あれ、あ、戻っちゃった。で、You have to check the fuse box, Mom. フューズボックスを調べてこいというところからでしたね。ここではもう調べられるものはないのかな。戻れと。じゃあ行ってみますか。ちょっとね怖いんですけど、あっこもなんかできる。この部屋は他にはないみたいなんで行きますか。一応インベントリーに懐中電灯取ってるのでね。お、やっぱり電気はつかない。あ、ヒューズあったんじゃないこれ。何このアイテムリストって、いつからこんなん出てきたんだ。あ、ここにあるアイテムってこと。これなんだ。あ、なんかノートみたいのがあるけど取れない。他に取れそうなのはあった。ドライバーが必要。あ、ドライバーあった。あれ、今取れたのにな。取った。なんか電池手に入れた。ちょっとよくわかんないけどいろいろと手に入れました。他に取れそうなものはなさそうかな。お、あった。マッチがあるな。あ、なんか取れと言ってる。ステッキ。とりあえずヒューズとステッキと電池を手に入れたっぽいですね。ソファーってなんだこれ。ハンガーも取れと。何これ、どういうこと。バケツ、カップ、いろいろ取れるみたいですね。消火器、馬12、これ馬じゃないね。なんか今必要ないのも取ってんのかな。馬2分の1になった。三脚、馬ってこれじゃん。もう一個消えた。写真っていうのも撮れんのかな。手袋、冠、麻雀切り替えってなんだこれ。なんすかこれは一体。
んだろう、取り除くリペアってことなんで、同じマークをやると取り除けてますね。それが一体何なの。これが一体何を表しているのかがわからない。あと5個、なんだこれ、意味がわかんないですね。意味わかんないんですけど、なんか封印解けた。役に立つアイテムを見つけた。ヒューズ、お見事。なんじゃらほいって感じですが、とりあえずここでヒューズを変えるということでしょうね。黄色、青、赤の順に並んでる。これで切れてるということか。まずヒューズを棚に置いてからこうか。で、青、黄色、これドラッグするのかと思ったらドラッグじゃないですね。これでいいの。お、ついた。 The power has been restoredオッケー。とりあえずやることがなくなったっぽいな。じゃあ娘のところに戻りましょうか。でこの先にももう行けなくなった。今持ってんのは斧だけ。あ、ガイドはヒントだよね。これはいいや。じゃあ戻りましょうか。戻れと言ってるし。見事電気はつきましたね。いないじゃん。Mom, come here quickly. どこ行ったんだよ。なんか光ってる。なんだこれ、指輪？金の印象。 I can't believe my eyes.走って逃げた。The showpiece just ran away. どこへ走ってったんだよ。 In the wood shavings. おがくずの中のものは取ったよ。走って逃げたってどこへ逃げたのさ。この辺がキラキラ光ってるのが気になるんですけど、取れなそう。 The pirate corpse dropped something in the crate.どれと言ってる。どこへ走ってったんだよ。怖いなあ。もうこれも開けられないってのはちょっとね気になってるんですよね。うわ、これだっつってる。あ、インベントリー、これをここに入れろってか。
あー、ネジみたいになってんだ。あー、取れた。なんか取れた。これなんだ。おお、鍵が。Was there someone behind me? ちょっと影がいたよ、なんか。これもう戻れてんじゃない？やだよ、戻りたくないし。マジか。ラジオでも聞く？おお、怖いからやめてよ。You'll serve my purpose, maiden. Sail forth my ship to Skull Island. うわ、崩れた。え？博物館そのものが、あ、違う、船が来たんだ。うわ、なんだこれ。娘を助ける18世紀から蘇って海賊に娘をさらわれてしまった。それも私のせいで。もっと悪いことが起きる前に海賊を追って娘を助けなくては。ってずいぶん勇敢だけどさ。目標海賊を追い娘を救出する。マジかよ。この幽霊船、博物館の半分を壊してしまった。確かに船の側面に裂け目がある。そこに届く方向があれば船に忍び込んで娘を助けられると。これですかね。ああ、そこでこれを使うんじゃん。もし、じゃあ幽霊船の中に入ってみますか。うわーうわー、今度どこ行くの。船が動き出しましたね。あ、水のすぐそばだったんだ。なるほどね。なら納得っていう感じもしなくはない。ちょっと重いっすね、なんか映像がかくついてる。I can't see anything. Where am I? いるじゃん、他のやつも。It's a genuine haunted ship. I have to find my daughter. She must be so scared. 娘を見つけなくてはって。マジかよ。なんか手に入れた。金の人で、この海藻は光っている。こんな植物は見たことがない。とりあえずこっち半分でやることはなくなったかな。ここは鉄の板がハッチに釘で止められている。切断しなくては。こっから下に降りていくってこと？うわー、行きたくないな。とりあえずこいつと話してみますか。Another woman on board. That's double the bad luck. But welcome anyway. よく来たと言われた。This cursed ship belongs to Captain Remington, the most fearsome pirate there is. We're his crew.Well, what's left of it? Now that the captain's returned from the deep, we've set sail for the old hideout on Skull Island. Here's a map of the ship, for free. Don't want bad luck getting lost on the ship. ずいぶん親切だね。A map. Now I'll always know where I am.So, you fancy me bottle of shiny fluid? I can't give everything away for free. ってことかな。
とりあえず人手を渡してみますか。何の反応もない。じゃあ金貨だな。何の反応もない。後でじゃあ来るってことかな。 Sell your fancy me bottle of shiny fluid. I can't give everything away for free. じゃあ先に進んでみますか。あ、いた娘。Mom! うわ。うわ、あくまでも話させないってか。なんだこの船長。新たな目標、船からの脱出。レミントンと娘の追跡を続けるためにはこの腐り果てた船から出なくてはならない。なんだ、乗降板。乗降板ってなんだろうな。甲板に通じるタコのハッチは3つの特別な鍵で開くようだ。見つけなくては。よく知ってるね、3つの鍵ね。なるほど。今何分かな。もうちょっとやってもいいかな。もうこっからここへ来たとなっている。行動可能、現在地。じゃあちょっと取れるものを取っていきますか。あ、金の子みたいなのが手に入った。骸骨の手、糸の子。まるでランプのように線内を照らしてる。あ、だから明るいんだこれね。鍵ってタクの門番は3つの鍵を要求している。けど特に何も起きないな。うん、この人ではくっついている。海藻と富士壺をこそげ取るものが必要だ。使えない、使えない。なんか手に入れた。コルク抜き。歴史によると海賊船のメインマストはよく人質を縛り付けるのに使われた。そういう使い方をするんだね。とりあえずなんかこそげ取るものが必要だと。これはなんだまたパズルっぽいな。光ってる星型のノブが必要だ。あ、これじゃん。3つの人手を全部差し込まないと機械は動かない。あ、じゃあとりあえず人手が3つ必要なんだね。鍵がかかってる。ってことは人手がここに1個とあと2つどっかにあるんだな。人手とこの鍵を探すということかな。So you fancy me bottle of shiny fluid?I can't give everything away for free. マジか。これを取れた。糸の子があった。そういえばね、これで糸の子で切ると。OK。 医務室。アイテムを組み立てる。意味は
あかんね。とりあえず今何もできない。あ、出てきた。あ、このやつを探せばいいのかな。あ、トンカチができましたね。ハンマー。なるほど。あ、こういうパズルが含まれてるのね。ここにはたくさんのアイテムがある。後で役に立つものが見つかるかもしれない。今は取れないのかな。あ、いた。化学薬品、骸骨の足りない、化学実験設備には薬瓶と化学物質の瓶が足りない。使う前に見つける必要がある。繊維は偶然防腐剤を発見したようだ。私には非常に役立ちそうなものだ。これとこれが必要なのかな。目標がどんどん増えて解決しないね。なるほど、ここはとりあえずは後だな。ハンマーが手に入った。こっちも行ってみますか。この奥も行ける。あ、人手があった。人手1個手に入れましたね。金の人手。蛇口をつければいいだけだ。水をどっかで使うのかな。ここに蛇口をつけようということ。うわ、なんかここトントンしてない。ここじゃないの。マジか、ハンマー持ってるからな。うわ、なんか出てきたし、タコがいた。このタコはドクロの歯を操作する方法を知っている。タコの動きを真似て操作すれば呪われたラブロン金貨が取れるかもしれない。タコの動きを真似て操作すればどういうこと。目はここ、出し抜けるだろうか。意味わかんねえぞ。なんだこのタコが。網に絡まっているのを見つけて、俺はこいつをこっそり甲板の下に持ち込んだ。こいつは俺の友達になった。俺はジョリーという名前をつけて暇つぶしにいくつかの芸を教えた。とても賢いやつだ。船乗り仲間の大半より頭がいい。時折眠らぬ夜にジョリーのことを考えながら、こいつは俺より長生きするだろうかと思う。ジョリーっていうのか。ジョリー教えてくれ、どうやって開けるんだ。違うのか。同じ動きをすればいいのかな。
違ったのか。違った。取れた。とりあえず取れたぞ。よくわかんないけど。この罠では手が砕かれてしまう。解除する方法を見つけよう。なるほど、これここに手突っ込むとこの刃がバカンってきて手が砕かれちゃうってことだね。OK、 鍵だ。ブロンズの鍵を手に入れた。これさっきのタコの鍵で使うんですかね。そろそろ時間だぞと。だいたい20分ぐらいで思ってるんですよね。火はほとんど消えている。かまどを熱するにはもっと石炭が必要だ。石炭。なぜかまどを熱する必要がある。グロッグのレシピ。アンデッドの海賊をグロッグで買収する機会がないとは言い切れない。グロックを作るにはまずかまどに火をつけ、きれいな水とラム酒を煮立てて、ひとつまみのスパイスとライムを少々加える。この4つが必要なんだ。グロッグのレシピ。水、ラム酒、ライム、スパイス、すべてを加えて3回かき混ぜる。スミッシーのお気に入りの飲み物。はあ、あ、そっか、最初に出てきたあの骸骨が持ってた瓶が化学薬品の瓶かもしれないですね。でこのグロッグっていうのを渡すともらえるんじゃないかな。なるほど。あ、ここまたアイテムリスト。アイテムをいろいろとやる、もらっていくのかな。ソナー、麻雀切り替え。意味わかんないんだよなこれ。まあ、とりあえずこれが動かせる。どうなった。レシピっていうのが今取れたみたいだね。水筒取れた。鶴なんか取れた。干し肉3つ取った。フライパン。ハーブってこの辺じゃないのか。鶴。ハーブ。魚の骨。とりあえずこの画面から出れないみたいなんだな。石炭、おろし金、これらしいもんないな。壊れたナイフ。尺ってこれじゃないか。おろし金、石炭。
骨、石炭、おろし金、魚の骨。これ魚の骨じゃないのか。どれだよ。あ、おろし金あった。あ、これが石炭か。なるほど。あと魚の骨と骨。魚の骨なんかないぜ。使っちゃおうか。あ、これでまた使えるようになるってことなのか。あ、こんなところに骨って。これか、取れた。あー、これ全部取らないと石炭が手に入らなかったってことなの？戦争、また下に降りれますね。ということで、じゃあ、この、今日はね、この辺で終わりにしようかな。一応これアップするのにね、ちょっと携帯が鳴りましたね。未編集で、エンコードもね、しないで前回アップしてるんですね。で、YouTube に上げられるファイルサイズが 2GB 以下なんですけど、前回はね、2GB 以下でうまく撮れてたので、そのまま未編集でアップしました。で、今回もね、20分ぐらいだったらおそらく未編集でアップできるんじゃないかなと思っておりまして、で、まあ20分ぐらいでね、やっていこうかなと思っております。で、この戦争に降りたりしながら、またアイテムを集めていくんでしょうね。ホラーっぽいと思ったけど、意外とそうでもなさそうですよね。まあ、ということでね、ナイトメア、呪われたハートの第2回目でしたね。最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございました。